あ、どうも、ひとりチャンネルの本です。よぎです。はい、よろしくお願いします。まあ、過去の動画出てくれてて、多分今また新しい悩みじゃないけど、考えに至ってると思うんでね。はい。で、今日は、まあ、一緒に投げ取って、そこが今多分ネックなのかなって思ってるんだけど、僕が言うよりも、一回考えを聞きたくて。はい。今何を思ってそのさっきはノーブルが怖いって話だったの。だから何を思ってブルに自信をなくしてるか、うん、その自信なくすポイントって多分今考え中のところやと思うから。そうですね。そう、それをちょっと聞かせてほしいな。構えてきた時の、うん、この角度、はいはいはい、まっすぐにするのか、うん、昔までこう曲げたのを、ね、うん、まっすぐに直してまっすぐに直して投げるようにしたんですけど、うん、どうしてもこうなってる時があるんですよ。それでも入るのは入るんですよ、うん、でこうでも入らん時は入らんから、はいはいはい、どっちがいいかなっていうのと、こう持ってきてちょっと動かして投げるのか、うん、止めて引いて投げるのか、うん、っていう2個悩んでます。なるほどね、はい、じゃあこうやってねじるのとこうやって引く、確かにこうやってんのもこうやってんのもここだけの問題やんか、はい、じゃあ発射する矢はどこ向いて発射してる？発射する矢はもうブルーだよね、はい、ってことはこうしようがこうしようが手から離れた時の矢はどこ向いてる？ブルーですよね、はい、っていうことはどっちでもいいですね。人によってさ、みんな体の使い方違うんだよ、はい、筋の使い方もそうだし、はい、例えばこうやって引くのが日本やったらベーシックというか基本形って言われてるけど、これができない人間絶対いるんだよ。あ、なぜなら言いますから、はい、体の筋を痛めるから。でもじゃあなんでこれやってんのっていうと、この動作ってさ野球と似てね、こうボールを持つやん、はい、で、こうのようにボールって離すやん。そこでもしかしたらヨリ君がこうやってるのってここの筋を守ってるのかもしれへんし、ではそれはね、俺もね、磯さん聞いてるだけやから査定ができないから、それはまあ近いし磯さんに今度聞いてほしい、うん、はい、そこは多分料金取られるよ、取ってもらってね、はいはい、なんだけど、じゃあこう引くのもこう引くのも結論的に言うと発射してる矢が同じ方向向いとって絶対そこ行かない。俺はどっちでもいいと思ってる。それはもう固定線でいいんですか？はい、意識は別に線でいいと思う、はい、しないです。あ、なぜするっていうのが僕からの疑問なんです。やっぱ一個の方が再現性がいい気がするんで、うん、はいはいはい、2パターン使うよりもそうだね、はい、どっちかに固定したいなと思うんですけど、早かったら、うん、やっぱこうしたりこうしたりしてまうので、そうで悩んでます。じゃあ結局は2パターン使ってるのね。そうです。ほなさ、1パターン2パターンでしょうか、ね、何がしたい目的は？ブルーの答えですよね、はい、じゃあブルーの答えが10やとしようよ、イコール10がブルーやとしたら、このパターンは 5+5、 要は手段、構えてまっすぐ引いて離すから10の分に達しますの 5+5、 ひねってこう出しますっていう、これがじゃあ 1+9 にしようか、はい、この使い方は 1+9 でも答えは10。じゃあ2パターン使っても別に良くないっていう俺の考え方ね。つまりその日、まあ朝起きた時に首でよくあるのがさ、寝違えたっていう人もいない？これめっちゃ人間分かると思うんだけど、今日は左向きにくい、右向きにくい、でもいつもと違うから違和感を感じるわけでしょ。首は確かに分かりやすい、うん、筋はどうか全然分かんない、分かんないでしょ、はい、こんなんプロじゃないと見抜かないでしょ。なんか確かに今日なんかこうこっちで多分こうやって寝たからとかさ、寝相によって体の使い方変わるのは当然じゃない？そう、だって寝違えた日にさ左向かれへんねん言うてんのにさ、無理に左向こうとする無理やん、はい、じゃあさ、この左をどうやって持っていくかみたいなこと考えて、あ、こうやって、はい、こう向かれへんやったらこう向くしかない、はい、でもゴールはあっちを見たい、はい、でその時はこう向くやん、うん、
結局は何足す何は10みたいなことで、はい、筋も一緒だと思う。首やったら分かりやすいけど筋は分かりにくいから、多分いつも通りができないとか、どれか一つに絞ろうってしたらそれができない絶対あるから、だから迷う、はい、でも多分プロの選手ってこことかの使い方全てにおいて手段って考える。目的はどこなのかって目的がぶれないから、今日その目的を果たすためにどういう足し算しましょうかみたいな、10にするために今日はどこの素材使いますみたいな、じゃあこれができる日はこれでやったり、はい、楽なんでしょ、じゃあこれでやったりし、これになる日はこれでできんねんとこれでやったり、日で変わるんじゃないんですよ、何で変わる、その時その時になって、じゃあさ、例えばやけどずっとこうやって向いとったらさ、それはこっち向く癖でいって、まあ、右向く痛いと一緒やと。だからどんだけこう使いすぎて痛ってなってるから逃げんねん。で多分なんだけど、逃げた時に使う筋の使い方がその人のほんまに楽な取り方やと思ってんね、俺は。疲れ切った時に自然に出る動作がおそらくブラッシュアップされた体の使い方、これは俺はあの坂口先生のやつを見て思っただけ。宮本武蔵やったっけな、ムービーを撮ってるんだけど、はい、開始直後に全身打撲で骨折みたいなことになりはって、77分をこうカットなしで全部やり続けるっていうやつをやってて、しょっぱなで大怪我してるのにやりきらなかったんや、はい、じゃあ痛い体をかばいながらも動いたっていうところで脱力を覚えたって言ってはったんやけど、でも俺もなんとなくそう思ってて、痛い体をいかに自分にとって楽に使うかが答えだと思う、はい、じゃあ投げて投げてしてて疲れ切った時に自然と出る動作っていうのがおそらく自分の体の答えに近づいてんじゃないかな、心理的な、一番楽な、そう、だから自分が自然にやってる動作を覚えてるってこと、覚えるってこと。だから多分やるなって言っても10時間ぐらい練習しちゃう時もあるよ、最初の方でみんなそうやから、その10時間やった日の最後のカウントアップ中に動画撮ってみて、自分の弾き方どうなのとか撮ってみるとかね、ほんなら疲れ切ってんねんから、体調万全なわけないやん、10時間ないねんから、その時にバテと体がどう使ってんのかが、多分それが自分にとっての最終的にそこに行くものになると思う、はい、から、まあ、そういうチェックをしてみて、やれば多分ここの悩みに関しては治ると。指先が切れてる、おー、いい、おー、うまいね、なんとなく、それだけで、多分ターゲットほぼ磨く、そういうこと、そうそうそう、そこに矢を、そこから矢がブルより上に行くっていう、ああ、そう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 、それがそれだ、そう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 、ほら入ってる、もう、うんうんうん、俺もブル見てへん、もういいんじゃないですか、高さ入りますね、どうでしょう、なんか入ります、入るよね、はい、その時にさ、これ考えた、いや、ちねってるとかまっすぐとか考える、考えてる、考えないでしょ、じゃあつまりは矢をこの角度でこっから飛ばそうみたいな、これが答えじゃん、はい、勝負、今のはより君の説明やったら、やっぱここに答えを、体に正解を求めるから、だから1たす9の日がいいんやったら1たす9しかダメっていうような発想になっちゃう、5たす5で自分が作ってたとしたら5たす5じゃないとダメ、でもそうじゃなくて、10に持っていくためには今日使いやすいように使えばいいじゃん、これが10です、はい、じゃあ弾き方も出し方もここを行けばいいじゃんっていう発想になる、はい、そうでしょ、だから弾くが 何歩かも知らん、出すが何点かも知らん、でも10になったらいい、じゃあここを目指せばいい、はい、じゃあここの10点をまず追いかけた方がよくねっていう話になるじゃん、はい、もう一回行こう、うまっ、それで、ね、もう同じようになぞってみて、そう、いいよ、目つぶってみよう、
お、飛んでた。これがでもほんまや。自分がコントロールしてない時のスンって飛んでいくやつ。でもまあ目つけてたらこうなる。それはなんでかっていうと、ここのイメージが目閉じたことによって消えちゃう。でもずっとやってればここのイメージで残るから、目閉じても多分そのうち入っていく。それは熟練。じゃあもう一回同じようにさ、こう出てるっていう、でその気にせずに、めっちゃ惜しい。ここ通るからブル入るんですよ。どういうことかっていうと、でボタンとかもやってそう。じゃこれがさ、こう離れたじゃこの矢が行くってな、こう行くことをいつもイメージするからしんどい。じゃなくてこの矢が絶対にここよりも上から返ってくる。っていう風に逆にイメージで、矢が帰ってきました、はい、その帰ってきた矢をここに向けてもう一回パスする。イメージとしては俺はこっからこうじゃなくて、ここに矢がおるものをこう帰ってきたやつをこのままキャッチしてそのまま離すっていう意識俺はしてるのか、じゃあキャッチボールしてるような感覚になる、でここに対してもう一回こう引っ張ってきたら、ここ通ってる、分かりました、じゃあここ通せばそこ行きますよねっていう風に変わっていくよ。それをやるっていう感じです。どうですか今まで、この辺のイメージ全くしないんですけど、ブーだけ見て投げてる、うん、難しいんですけど、うん、今はそうだね、そう意識していこうと思います。だからターゲットを近づけるっていう発想にしてしまえば
器用やからそこに当てに行けばいい。あ、はい、そういう答えやし、うん、やってくださいっつったら難しいっすって言いながら800点出せるわけやん、はい、難しいのにやってんねん。じゃあこれ無意識でできるんでどうなりますかっていう話。もっと楽に多分今日も1000点出すまで頑張るって1000点出してたけど、はい、もっと早く1000点出すと思うし、安定して800以上を出すと思うし、そしたら勝手にノーブルってどうか。あんま気にしてなかった。だからそもそものノーブルが怖いですも解決されてるし、こうやったらいいんですかっていうのも解決されてるし、で悩むっていうかもう見るポイントそこだけでいいですよ、はい、そこで話してあげてください。だいぶ楽です。これで伸び、はい、はい、じゃあちょっと今日からね、合わないなって思ってみてほしいんだけど、ちょっと難しいなぐらいやったらちょっと向き合ってみて、うん、で崩れそうなんか違和感ってなってきたらやめた、はい、でももしできるやったらそのまま多分って突き詰めていってくれたらいい感じになってます、うんうん、だからフォームは今回もいじらない、はい、うん、投げ方もいじらない、はい、はい、っていうね感じです。はい、ということで、まあ、この動画がね参考になったと思ったら、まあ、過去にいろんな動画出してるんでそこで伝えていることが主にここに出てきているだけなんで、過去動画をね見てもらえたらなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。